さあ和田光が2勝。上月の総勢ヒットならず、まだというところです。さあただ連勝ちょちょいとすれば上がってしまいそうな、ランクというか多分内部値でもありますね。どうなるでしょうか。第4試合目です。やはり三振ですね、これ。おいおい、ほぼ確定みたいなもんだよ、これ。さあジャニーで戻ってきたが前回ここでガード。ジャニーがアンダーストックバースト。さあゴールドTD がをさせかららしいかあんた、これはおいしい。4000ドライバーガジェットフィンガーから、さあ立ちでキャンセルガジェットフィンガーの連携が厄介なのか、これが通っていますね。さあマグネティックギガブレイク、テラブレイク、テラブレイク、ギガブレイクはあれか、ブレンラガンか。さあ立ち入り立ち見が細かって、ああこれこれこれやばい。アギト、まあレイがでかいんで赤さんでも分かります。バーク、さあ磁力延長させてラインを上げてくるが、突然の低空ダッシュが通る。これ払ってさあこのジリジリした感じ、鋼のマークボルト、受けてみろ。なかなかやるな。アトミックこれだ。メインパニッシュ。おお。バイスに宇宙オーディー。J の安定見てから宇宙オーディー椿。これは素晴らしい。ファイナルラウンドやべえな今の。投げは1ゲージ入って3点くらい奪える。割としょうがねえ。さあダメ出しチャレンジで呼び上げるから、ジャンプ B がアウトあると打ち落として、1って見えたけど勝ちが勝つ。ガジェットフィンガー、さあもう 6B で立ち B を潰す。マークボルトガード、マークボルトガード、マークボルトガード、さあエンマー立ち地を潜ってきた。離してチャンスボールラスト。セイガのゲージは十分にある。そしてガンダー、いや危ない今の 4C は。まあしかしここはやはり特段の低空ダッシュが結構速いですよね、ジャンビーなんで。アクメンが勝利して3勝。さあこのジリジリした感じがこの組み合わせは昔から非常に好きなんですけど、一発勝負ならともこれを5先でやるのはお互い多分かなり消耗しそうですね。さあ第5試合目、さあガーキャン OB なんていう色気ついてるところに回せねえみたいな感じでガーッ超低空のジャンリッチ普通に着地したのかと思うぐらいですけど、見栄えが悪いがダメージはすごいコンボ。さあ 2D 出したがスページで潰してと、なんか見せたかガード、しかし奇襲に対してしっかりかわしてで取っていきます。一本先取したのはテイガ。あとフレッシュの硬直にちょうどジャンピーが挟まる形か。やはりここは安定コンボでいきましたね。こっちの番だ、逃れられんぞ。流しカウンター、圧力は乗って中央まで一気に押し戻したが、カジリカウンターよろけからの 3C が間に合う。ロックオンしてタッチスカに連打の発生が早い。しかし 6A 高く拾いすぎてコンボミス。手がバート使っていきました。あるよこれ。さあどっち。さあ CA 使っていきます。スパークボルトで4C がもう一回出せない。ああいろいろあった今のは。シャガパンがちょっとでも遅かったら多分座れてたでしょうね。1-1でファイナルラウンド。でカウンターあと足が頭が崩しジャンピージャンに投げ他の選択肢もあるんで、やはり 2D を見てから当て身というのもなかなかね。さあ出たこのグレンジェンカー。さあライン上げてくるがうまく白面がいなしている。さあ C 簡単、これはおいしい。さあドライバーが入る。立ち合いが入ってしまって OD からのコンボいけるのか。大丈夫、2段から、しっかり決めていきました。やっぱりガジェの後のね攻防がどうすりゃいいのみたいなところがちょっとありますけど、非常にいい勝負。そして一戦一戦がやはり長いです。兄さん第6試合目、さあまだ起きました宗家筆頭チャレンジ第2回目です。これは半角ですね。ただ悪名もゲージがないんで痛いコンボは入れられない。はい時計直側から読み合っていった。投げてさあ 6C 3D がいっぱい入るコンボ。コンボ減る返していくが、さあエンマ直側からジェネで取っていく。一挑戦したのはテイガー。今までやはりじりじり追い返す白面に一発で持っていくテイガーという構図は昔から変わらない。さあ 4D 側をさせからの当て身を出したところにドライバーボディおい敵が長い。コンボを決めていく。さあこれだで捕まえた。これねエルンですわ。なんとちょっと見つからカタパルト。さあ総計ヒットおめというところで 3-3 です。イーブンになりました。第7試合目。Select your character. Hakumen. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Dashi.さあバウンドしてしまった。さあボールとエンパで追い返す。さあホタルまで使って一気にダメージ取りつつ中央まで戻っていきました。さあ超低空ジャンニシを決めたことで結構対応がしづらくなっている感がある白面。終わってしまっていたがこのミス。さあここはお互い太い読み合いをしていった。今さこれらに対してタッチしていたんです。さあ2 2でも取れない。さあここに積んだでコンボこれでも3面減りますからね。まあ1ゲージとしては十分。タッチジャニシーお互い H。 さあスレッジ追加まで出し切っていってバイトフィンガーではめられていく。さあお見合いからのドライバー。これでテイガーが1本取り返してファイナルラウンド。おい登るヒット、エンジン追加前出してなければね、登るヒットのことが多い。さあこれは追加が出す読みだったのか、ガーキャン OD していきましたが振り直し。さあ突然のエンマコンボ見せましたがライン上げる。ああ危ない危ない。雪風がここで来る。バックボルトは飛び越えてしかもしっかりアギト。これは素晴らしい判断。